は自分に包むフレーズでお別れにしました。チャラーン。ここはなんか自分で大福が包めるらしいです。はい、行ってみたいと思います。いちご大福もあります。来ました。さっきはこしあん、スイートポテト、抹茶にしました。そしてほうじ茶ラテ、キュン。まえちゃんは紅茶です。お悩みな自分が何食べるか。うちはオレンジ食べたよ。オレンジです。バナナ。あ、バナナする？抹茶バナナ聞いたことないけど。行きます。花も食べれるって言ってたよ。うん、嘘やろ。ほんまやな。どっち？言ってたで。ほんまに言ってた。まあ食べてる人おらんかったけど。おらんのかよ。やめます。包んだやつ見して。いやいや、どうぞ。どうですか、お味は。ね、なんか口中に入れてる。表現が悪すぎます。うん、もちもちよね。あ、何？いいよ、交換にしよう。いらっしゃいませ。ご注文なされますか？じゃあ、みかんのパケットです。かしこまりいたしました。抹茶は美味しかったよ。じゃあ、キウイとスイートポテト。やばいかな。いちごはなんか最後がいいよ。わかる。バナナにして。バリ甘い。バリうまい。いいの？北海道メロンめっちゃ美味しかった。夕張り。え、そう。フルーツ大福ってさ、ここら辺で買ったらめっちゃ高いねって。一つ600円とか。おすすめ。見てください、私が包んだ大福。とっても可愛くて綺麗です。何笑ってんの？え、めっちゃ綺麗。なんかめちゃ綺麗くない？え、見てほら。めっちゃ綺麗。ギュギュギュ。あ、形崩れてきた。いただきます。どうですか？うちもスイートポテト。美味しかった。良かったです。